はい、どうも、タクタクです。夕暮れ女子誌やっていきましょう。さあ、最終回がなんか見えてきたよね。いきましょう。千歳と朱里ちゃん。この二人の関係も気になるけれども、秋野と帳は最後どう落ち着くのか、ということもね、やっぱ気になります。こっちか、デイルーム行って。お前ら何やってんだ？秋野くん、先生、それに朱里さん。よかった、朱里さん無事に目を覚ましたんですね。うん、この通りパッチリだよ。元気そうで何よりです。僕、心配したんですよ。秋野くん、私のこと心配してくれてたの？ああ、幸せすぎて溶けてなくなりそう。この二人はね、帳なき後はちょっと幸せになってもらいたいものです。ダメだ、この子。ああ、取り込み中悪いんだが、この棚をどかすの手伝ってくれないか。ああ、わかりました。わかりましたね。なんとか、どかせましたね。よし、これで全員合流できた。早いところ病院から抜け出すぞ。なあ、千歳。ん？あいつが戸隠金馬だよな。あの男と一緒に行動して大丈夫なのか？大丈夫だよ。思ったよりも全然悪い人じゃなかったし。朱里ちゃんを恋愛室まで運んできてくれたのも金馬さんなんだよ。え？私、あいつにおぶられてきたのか？うん、そうだけど。複雑。どうした？何をこそこそ喋っている？あ、いや、なんでもない。なんか、あんたには世話になったみたいだな。礼を言うよ。ありがとう。ありがとうだね。なんだ、そんなことか。気にするな。さあ、もたもたしてる暇はない。早く外に出るぞ。あ。パーティーにみんな加わると。謙虚なケーマ。4人揃ってる。この病院では色々あったけど、無事みんな合流できてよかったね。僕は気づいたらここにいたんですが、3人は大変だったみたいですね。と言って、でも私はほとんど気を失ってただけで何があったのか知らないけどね。まあいろいろあったね。でもケイマさんの助けもあってなんとか脱出することができそうだよ。別に俺は何もしてないさ。お前らの努力の結果だろう。謙虚だ。こういう感じか。これちょっと同行者確認。この4人いるときはちょっと貴重だよね。これちょっと確認してみる。これどう並んでいく感じ？あ、こんな感じ？これでもあれだよね、多分。みんなそれぞれ、ああ、こういう感じでグラが出るだけか。ああ、でも、朱里は反対側なんだ。ケーマも、あ、こっち側。ほうほうほう。なるほどね。なかなか貴重なショットだったので、ちょっとやってみたかった、一回。4人パーティー始めたもんなんですね。脱出したよ。なんとか病院は抜け出せたが、帳は完全に見失ったな。最後の場所は始まりの場所。一体どういうことなんでしょう。はっ。もしかして。秋野くん何か心当たりがあるの？本当にもしかしたらってだけなんですけど。みんな、僕についてきてもらっていいですか？まあそこでしょうね、だから。高槻秋野の家の方面、ひょっとして行き先は、とりあえず全員あの病院から無事抜け出せてよかったです。そうだね。一時はどうなるかと思ったけど。この組み合わせなんだね。座るのはね。男女、ティッティなんだね。朱里ちゃんも目を覚ましたし、あとは宮城さんのことだけだね。うん。あ、出たバスの運転手。ん？なんだあれ？どうしたんだ、運転手のおっちゃん。いや、後ろから何かがこのバスを追いかけてきてませんか？え？嘘！そいつら来んの？なんか追いかけてきてる！涙目。お化け嫌いだもんね、シリね。これ、これ、抜けてなかったってこと？幻覚から。どういうこと？バカな。あいつらバスのスピードに追いついてきてるぞ。このままじゃこのバス追いつかれますよ。運転手、もっとスピード出せないか。無茶言わないでください。これ以上スピード出したら確実に事故になりますよ。緊急事態だ。俺に運転させてくれ。あ、バスジャック。しかし、あいつらただの人間じゃない。追いつかれたらどうなるかわからんぞ。わかった。あんたに任せるよ。本当か？感謝する。スピードっていう昔あったな、バスジャックの映画が。ケイマさん、バスの運転手なんてできるんですか？一応大型二種免許は持ってるよ。本当に持っているだけだがな。
免許オタクって言いますよね。大型二種なんか取らないよ、取らないよ普通。よくわからん方がむしろ無茶できるだろ。その理論わかんないです。運転手できるだけ車のない広い道に出たい。道案内頼めるか。ああ、案内するから他の走行者を巻き込まないでくれよ。わかってる。そこを右だ。右だな。キャー！感心したな、兄ちゃん。いい運転じゃないか。なんか楽しそう。ダメだ、あいつらまだ追いかけてくるぞ。他の車には見向きもしない。確実にこのバス狙いみたいだ。あの人たちにとって生きてる私たちは許せない存在みたいなの。それじゃあ僕たちを殺そうとしてるってことですか？多分。畜生、死んでたまるか。さっさと振り切ってくれ。次の曲がり道を左だ。了解。よいしょ。あいつら何なんだ。全然振り切れない。大変。もうすぐそこまで来てる。あれ、動きが止まった。なんで？止まったね。邪魔をするな、そこをどけ。あ、お父さん！死者は黙して消えるのに。今を生きる者は邪魔をするべきじゃない。黙れ。一人でも多く俺たちの苦しみを味合わせてやる。そんなことをして何になる？もう私たちも眠る時が来たんだ。私たちはあの日炎に焼かれ死んだ。その事実を受け入れよう。炎に焼かれて。ああ、そうだ。だがもうじき楽になれる。楽に。帳が悪いってことですか、これは。関係ない。帳が悪い。うん、わからんが。あ、お父さんの姿になった。私もそろそろ時間か。秋野、一度顔を見れてよかった。母さんをよろしくな。お父さんも言ってしまった。今のってなんだかよくわからないけど助かったみたいだね。ええ、怖くなかった。秋野くん、怖かったらお姉さんに抱きついていいんだよ。自分が一番怖がってたのに。聞く。まあとにかく助かってよかった。いろいろあったけど、あとは目的地に着くのを待つだけだね。はい。いいの、こんなお姉さん。いいの。ちょにゃんこセーブして。で、これで、ケイマさんかな？この二人にも話しかけてみよう。アキノくん、私、お姉ちゃんがいるんだけど覚えてる？アカネさんでしょ？確かアカネさんでしたっけ？あまりお話ししたことはないですけど。お姉ちゃんかっこいいし優しくてずっと私の憧れだったんだ。私今回のことで少しはお姉ちゃんに近づけたかな。もちろんですよ。シュリさんもかっこよくて優しいです。本当？はい、本当です。ありがとう。アキノくんにそう言われると自信が持てるよ。よし、いつかお姉ちゃんを超える人間になれるように頑張るぞ。頑張ってください。僕、応援してます。お姉ちゃん、血だらけで頑張ってましたからね。バスか。バスがどうかしたんですか？あ、うん。ちょっと昔のこと思い出してね。昔のこと？シュリちゃんと同じくらい大切な友達のこと。何かバスに思い出があるんですね。その人今はどこにいるんですか？天国だよ、天国。今は訳あって別々の場所にいるけど、きっと元気にしてるよ。そうですか。友達との思い出は大切にしないとですね。うん、そうだね。天国でいいのかな？あれどうだったっけ？今回の件にお前を巻き込んだのは俺だ。すまなかったと思ってる。いえ、いずれにせよ僕は飛ばれとの約束を果たさないといけなかったんです。巻き込まれたなんて思ってませんよ、少年。飛ばりもお前と出会えて幸せだったろうな。そうだといいんですが。きっとそうさ。最後にあいつの心残りを消して成仏させてやろう。はい。あ、これで。に到着。お忘れの際は忘れ物ないようご注意ください。やっぱここか。ここは。この先に僕と帳が初めて出会った場所があるんです。宮凪さんの言ってた始まりの場所だね。はい、おそらくそうだと思います。進もう。行けば答えがわかるはずだ。はい。始まりの場所。初めて出会った場所にですね。思えばこの獣の道から全てが始まったんだ。なんで長渕剛なんだ。もしあの石碑の前が帳の言う始まりの場所なら、これで全てが終わる。みんな何も喋らない。なんだか空気がピリピリしてきたな。うわ、なんだ。日本狼はいないはずだから野犬でしょう。なんだ、野犬の遠吠えか。脅かすなよな。シュリちゃんマイペースだな。セーブして。
行くか。こっち左は何だったっけ。この先立ち入り禁止。おとなしくこっち行けばいいのかな。あ、ないね。帳が埋まっていた穴、まだそのままにしてある。本当にあれは幻覚だったんだろうか。ん、奥に何かある。なんか血だらけだったよ。これって宮崎さんの絵も血まみれで何も書いてないけど、おそらくこれが帳の言っていた最後のページだろう。何も書いてないのはまだ結末が決まってないからか。結末はもう決まってる。待ってたよ、秋野。帳、病院でも言った通り、私はただ結末を見届けてほしいだけ。小説の結末、それは私がこの世から消えること。帳、君はそれでいいの。いいも何も、私は本来もうこの世にいないはずの存在。心残りがなくなれば、あとは成仏してあの世へ行くだけ。君からの電話があった時、どこか懐かしく感じたんだ。でもまさか病院で話したあの子だったとは気づかなかった。あの時、顔と顔を合わせて君と話しておくべきだった。そして君と小説の話だけじゃなく、いろいろ話してみたかった。ありがとう。そう言ってくれて嬉しい。僕、君の小説、すごく好きだよ。ずっと君に渡したいものがあったんだけど、今ここで渡してもいい？なんだろうね。これは？君が電話くれた時、ちょうどファンレターを出すところだったんだ。ファンレター、ありがとう。うん、ようやく渡せてよかった。もう行かなきゃ。行かなきゃのね。うん、行かなきゃだね。そっか。私はケイマの言う通り、自分勝手でみんなにいろいろ迷惑をかけた。ごめんなさい。帳。まあ結果的に無事だったからもういいよ。お前が成仏するためだったんだろう。なんというか、まあ気にすんな。私こそ宮崎さんのために何もしてあげられなくてごめんね。私、宮崎さんのクラスを受け持った教育実習生なのに。フルフル。この二人は直接的にそんなにな、関係ないもんな。秋野、それじゃあ私もう行くね。私、あなたと出会えて本当によかった。もし生まれ変われるならまた秋野と会いたい。帳、きっと生まれ変われるさ。え？人は死んでもまた生まれ変わる。それが君の死生観でしょ。コクリ、これは秋野の子供に転生するパターンがいいな。さよなら秋野。あ、行ってしまったか。だがこれで俺も戸隠啓馬として役目を果たすことができた。啓馬さん？俺は見ず知らずの少女を家に置き、その死体をここに埋めたんだ。完全に死体遺棄だよね、やっぱりね。今まで通りの日常に戻ることはできん。そんな。ま、この先どうなるかわからんが、小説家戸隠啓馬はこれで廃業だ。お前たちにも迷惑をかけた。それじゃあな。啓馬さん。大丈夫ですよ、先生。警察に説明すればきっとそこまで重い罪にはならないはずです。そうだよね。私たちも多分警察に事情を聞かれる。とりあえず森を出よう。今まであったことを話して信じてもらえるかはわからないけどな。はい。これどうなんですかね、マジで。でも俺、僕も行かなきゃ。ん？小説の最後のページの裏にもう一枚紙が。これは写真。トブレが入院していた時の写真みたいだ。一体誰が撮ったんだろう。お父さんが後ろ姿を撮ったやつ。秋野くん、森の中危ないから早く来な。あ、はい。見たい、それ。帳、さよなら。ん？うん。なんだ？あ、撮ったやつね。嫌って言ったのに。あ、すまない、つい。歌えるよ、おじさん。あ、いや。勘弁してくれ。妻と息子がいるみなんだ。今撮った写真、私の顔、写ってない？あ、君は窓の外を見ていたからね。病院の外でも君はよく窓の外を物憂げに見つめているね。外に出たいのかい？
どうせ死ぬのを待つだけならいろいろな場所に行きたい。今撮った写真現像したら君にあげるよ。いらない。いや、受け取ってくれ。なんで？自分を嫌いのまま一生を得るなんて不幸じゃないか。そんな写真受け取ってもすぐ捨てるから。捨てなかったんやな。実はこう見えて私は人の魂というものを信じていてね。人の魂？ああ、人の魂はいろいろなものに宿る。生前その人が大切にしていたもの、本や人形、そして写真。今撮った写真にもきっと君の魂が宿ったはずだ。だから自分のことをいつまでも覚えていてほしい人にこの写真を渡すんだ。誰かが記憶している限り、その人の魂は消えないはずだから。そんな人いない。え？自分のことをいつまでも覚えていてほしい人なんていない。この時はまだいなかったよね。人生は出会いと別れの繰り返しだ。いないならこれから作ればいい。これから。なんなら私でもいいんだぞ。バカじゃないの？ははは、冗談だ。まあとにかく今の話、心に留めておいてくれると嬉しいよ。おと、もうこんな時間だ。時間か。それじゃあ、邪魔したね。人の人生は出会いと別れの繰り返しか。おじさん、それって今からでも間に合うかな。ああ、これがその時の写真なんですな。終わったー。分岐ないよね、多分ね。うん、これが一番でも良かったよね。こういう終わり方で良かったと思う。うん。切ないっすな。まあ、二人ともどうなんすかね。二人ともじゃないけど、帳は間違いなく、秋野くんに、恋心に似た思いはあったよね。まあ、なんていうのかな。大切な人になったわけ。そのなんか恋愛感じゃなくてもね。そういうことばっかりで片付けるのはあれだと思うんで、恋愛感じゃないかもしんないですけど、人としてね、やっと好きな人ができたということでしょう。秋野も秋野で、恋をしてましたからね。このクリームさんの説明書きに書いてあったから、僕は死体の少女に恋をした。死後恋をするというね、なかなか歯がゆいところがありましたけども、なんだろうね、切ないお話です。それに集約してしまうけどね。まあ、雨宿りバス、お、急に激しくなるな。の時もそうだったけど、まあ、いろんなエンダーがあったけどね、前作はね。あれはあれで切なさがいっぱいでした。なので、まあ、そちらもプレイしていただけるといいのかなと思いますけど。これいなくなっちゃったのはさ、なんでなんこれ、今。魂が宿ってるから。わかんないけどな。結構いろんな作品があるみたいですね、この作者の方は。喫茶店のなんかお話とか、可愛い女の子はでも基本的には主人公なお話が多い。幻想伯爵のつくつく同盟、戸隠し桂馬くん、桂馬さんは水面たゆたっていう人は、そもそもちょっとわかんないね。これどっかに出てくる人なんですかね。水面じゃないかもしれないからね。水面と書いてあれ、ちょっと読み方が俺間違ってるかなって感じだね。シュリと千歳か。シュリと千歳はね、このままでもより強い絆で今回の件で結ばれたのではないかなと思うけど、やっぱシュリ側にはさっきのね、やっぱ幻覚もあったけど、永遠にこう自分は人を傷つけたという思いで、やっぱ居続けちゃうのかもしんないけどね。その辺が難しいところだとは思うけど、とはこの流れからいくと、もうでもこの登場人物が次出てくることってあるのかなっていうこととか想像するけど、またね、ちょっと違うところで出てくる可能性はありますよね。
うん、生まれ変わるって言ってたから、帳が。もしかしたら、帳、生まれ変わりエピソード的なね、ものも、今後出てくる可能性はあるかもしれない。はい。さあ、終わって、エピローグ的なものは、ないという感じでしたね。はい。というわけでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったな、夕暮れ女子誌。今後もね、無続編が出るか分かりませんけど、作者さんの作品チェックしてみたいなと思いました。はい。というわけで、今回の動画良かったよという人は高評価。タクタクいまいちという人は、低評価でお願いいたします。評価してみてください。というわけでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は、画面の下にあるおすすめ動画か、続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人は、チャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。